突入、それに、あと警戒。なんかみんな映画とかよくやってるけど、部屋入ってきて、やってるけど、あれはやらないよ。やるのは目線だけ。なんかあったら、すぐ待った。で、ここで手で引っ掛ける。これで、ここで膝。で、これを一回で何度もやって、そのまま倒す。こう開くわけだろ。こう。ということは見えていくのは、こっちから順番にこう見えていくわけでしょ。なんでこっちじゃない、こっちじゃない、決める必要があるの。肩をつける。そうすると、一番この人間は、よし、もう後ろに赤とかいるんだ。わかる。これがまず基本体制。はい。お前が持ってない。入ってきた。なんでお前がって話になるかな。どうするの。人質救出作戦。ここに、H ホテル、ホステージがいる。4人チームで、今から15分後に突入。基本的に重要な人はチームワークでお互い信用したかったら話にならないんだよ。どんな作戦があれば、どういうのもいければできる。問題なのはお互いこの4人でチームで意見が統一できてるかできてないから、それが重要。